イングランドのジャージー州に存在するコテジナショナルトラストに登録されている。コテジとは近代においては田舎に建設された比較的小規模であるが小儀礼の建物を指す。建築学における用語としてはコテジが用いられるが一般的にはコテージと称されることが多い。中世におけるコテジは本来は農民や労働者の住居であった。この後は 中世における濃度を意味するコッターに由来する。比較的大きな農家には、メスイッチが用いられる。この時代のコテジは、住居だけでなく農業作業に必要なナヤと庭も、含まれていた。ジョージ王朝期のイングランドにおいて盛んに建設された、自然の不規則な景観を取り込んで作られる、風景式庭園のピクチャレスクな景観においては、カントリーハウスの周囲に設けられた庭園に、 僕とつない中を思わせるコテジを配置した。これには、尾崎実のたちを済ませることもあった。このような庭園の例としては、初代ハーコート伯爵、サイモンハーコートの建設したニューナムコートや、建築家、ジョンナッシュの設計により、ブレイズ・カースルハウス周辺に建設されたブレイズ・ハムレットが代表作に挙げられる。このように、 生宅の装飾として用いられたコテジをコテジオルネーと称する。産業革命による生活の向上によって中流階級も都市の郊外に別荘としてのコテジを建設するようになった。このようなコテジの人気によってパタンブックと称されるコテジの写真、図面を集めた書籍が多数出版された。この例としてはジョン・ブローの田園建築、ジョン・ソーンの 建築デザイン集、ジョン・ラウドンのコテジ・ファーム・ビッダーの建築、家具辞典などがある。これらの書籍は開拓時代の北アメリカにおける建築に大きな影響を与えた。今日の北アメリカにおいては、コテジは都市生活者が週末や夏に訪れる別荘を意味する。多くは自然の豊かな湖や海岸線に設けられており、釣り、 ハイキング、セーリングなどが楽しめる。街中においても、コテージスタイルの家屋が存在する。また、カナダにおいては、家屋の大きさに関係なく用いられる。ありがとうございます。